YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。ダイレクトカーズ大特集ということで、僕は今三重県の津市にございますダイレクトカーズさんにお邪魔しております。本日もスペシャルゲストお呼びしておりますので、ご登場いただきたいと思います。ダイレクトカーズカーライフアドバイザー上岡さんです。よろしくお願いします。はい、ご紹介預かりました。ダイレクトカーズカーライフアドバイザーの上岡と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速ですが、後ろのお車、はい、ご紹介いただきたいと思います。はい、こちらですね、うちが新商品として開発したハイエースのコミューターをベースにしたネクストですね。はい、はい、これと、まあ、サイズ、外側のサイズ自体パッと見ると、はいはい、ハイエースのキャンパー特装かなと思ったんですけど、はい、コミューターというあのハイエースのシリーズを使われているということで。そうです。もともとあの送迎車とかでよく使われる14人乗りのお車なんですけれども、はい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 、うちのはその14人乗りを8人乗りにあのカスタマイズして普通メイクで乗れるようにしました。ちょっとね、はい、初めての方もいらっしゃると思うので、はい、ご紹介しますと、はい、まあ、ハイエースいろんな種類が実はありまして、はい、その中で、まあ、キャンピングカー作るときによく使われるのがキャンパー特装というお車で、はい、ハイエースの中でも大きいサイズの、はい、まあ、お車なんですけど、はい、そのこのコミュータっていうのも、はい、まあ、サイズ自体は同じなんですけど、同じですね。中が全然違くて、はい、もうシートが14人乗りのシートになってるんですよね。グランドキャビンと違って、値段的には車体本体が安くなっておりますので、なるほど、はい、グランドキャビンをベースにするよりかはお値打ちになっていると思います。そういったところもですね、はい、見てる方はすごくいい、はい、情報だと思いますので、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いてこちらがちょっとフロント部分なんですが、はい、1箇所変わってる場所があるということで、はい、はい、ハイエースコミューターってもともとこのグリルって呼ばれる今デッキインフォルギロ部分、はいはいはい、ここがもともとグレーになってるんですけど、そうなんでしたっけ、はい、うちの方で他のワゴン GL とかグランドキャビンと同じようなメッキのグリルに変えておきました、はいはい、なので比較的かっこいいデザインになってます。そうですね、はい、いわゆるハイエースのもう見た目と変わらないってことですね、はいはい。では室内お邪魔します。まずこちら運転席部分、よいしょ、まあ、もちろんハイエースですんで運転席助手席の部分全く問題ないかと思います。前後にスライドもしますし、リクライニングも当然しますので、そこら辺は問題ないと思います。で、上岡さん、はい、で、ここのですね、はい、縫ってあるところにブルームと、はい、いうタグもですね、はい、ついておりますので、はい、これもダイレクトカーズさんのオリジナルの、はい、ブランドでっていうことですよね。そうです、ブルームうちのオリジナルブランドとなっております。このシート標準でついてくるってことですか、カバーは。そうですね、このシートカバーについては標準装備で、一応ベージュと黒2色選べるのでお客さんに選んでいただきます。じゃあこの色変えられるんですね。そうですね、なるほどなるほど、はい、はい、というふうになっております。はい、ありがとうございます。ではちょっと後ろ側を見ていきたいと思います。はい、では早速室内お邪魔します。はい、はい、よいしょ、来ましたよ、はい、非常に明るい感じがしますね。そうですね、特に今回は全体的にベージュで作らせていただいておりますので、はい、広々と高級感あふれるモデルとなっております。はい、でまずエントランス入ってすぐのところ、はい、ここシューズボックスですね。そうですね、になってますので、ここ2つ、はい、入れることができます、はい、っていうのと、あとはこのまずはシートですよね、はい、でこちらがセカンドシート、はい、ということで、はい、セカンドシートも今までのキャンピングカーではあんまり座ったことない感じが、はい、そうですね、こちらハイエースコミューターの純正シートを利用して作っております。あ、そうだ、これがコミューターのシートなんですね、はい、1人ずつのシートのところにちょっとこうくぼみもあったりとかですね、はい、まあ、肘掛けもあったりと、はい、でシートもそれぞれこう背中の部分分かれてるので、はい、座りやすいですよね。そうですね、純正シートっていうと基本硬いイメージがあります、あります、全然そんなことなく、はいはい、長距離運転も
ができると思う。ということこれ何人乗車になってるんですか？8人乗車になってます。8人、はい、ということは 1,2,3,4 って後ろ4人か。5,6,7,8 です。なるほどですね、はい、じゃあちょっとそのシート見ていきたいと思います、はい、ということで、はい、はい、こちらが3列目のシートになるんですが、はい、このここがシートになってるんですよね。はい、そうです。で、ここ4人乗れるってことですね。ここ4人座れます。超いいじゃないですか。はい。まあ、ここダイネットということで、はい、もう、がっつり人数囲めるような。そうですね。がっつり囲めちゃいます。すごいわ。6人ぐらいいけちゃいますよね。もっといけ、ね、いけるんじゃないかなって思うぐらい。そうですね。すごい。はい。はいはいはい。ということになって、はい、ここベッド展開できるってことですか？ベッド展開できます。ちょっと見せていただいてもいいですか？かしこまりました。はい、お願いします。はい。これ、あの、テーブル実は簡単に外れるんですよね。簡単に外れます。で、天板とこのポール自体も外せてしまうので。でおー、何？あ、びっくりした。ここに収納できるんですよ。はい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 。2枚ということは反対側、こっち側にもあるってことですか？そうです。反対側にも。これ空いてる隙間のところに収納すること、収納スペースとして使うことももちろんできる。全然できますね。本当ですよね。逆にベッドとして使ってる時なんかはたくさん収納スペースございますので、よいしょ、身の回りのもの何か、なんかを入れていただければと思います。そうですね。はい。あと敷くだけ？敷くだけです。ああ、すごいわ。はい。これを、このまま外す。こういう感じです。すごっ！じゃちょっと僕、いいですか、横になって。はい、どうぞ。お邪魔します。すごっ！あ、めっちゃ広いんだ。めっちゃ広いです。あ、広いなんてもんじゃないわ。はい。すごっ！2メーター以上あるな、楽勝できっと。これ、こっち側も全然いけるので、はい。大人2人は楽勝で。楽勝ですね。ほんとっすね。で、はい、お子さんいてもいいし。はい。うん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 。っていうぐらいになってますね。そうですね。では、こちらが続いて車両後部からの、はい、はい、映像になりまして、このシートを、はい、なんと跳ね上げることも。そうなんですよ。できるんですね、はい。ちょっと見せていただいてもいいですか？かしこまりました。はい。まずこの端っこのヘッドレストだけ2つ外していただく必要がございます。はいはい、なるほど、はい。で、その状態で、この青いフック、赤いフックを上に上げてもらって、そのまま持ち上げてもらいます。なるほど、お、すげえすげえすげえ。そして、ドンと。はい。はい、こちら、さっきのマットして、どか、収納していただいて、はい。これがカーゴモードっていう形で。はい、そうです。すごいっすね。めちゃめちゃ入りますね。めちゃめちゃ入ります、ね。確かにこれだったらバイクとか入りますね。はい。うん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 。で、これちょっと最初にお話しましたけど、はい、まあ、3ナンバーということで、登録は普通の車、はい、普通自動車の登録になるってことですね。そうです。ベルファイアとアルファードとかが3ナンバーになると思うんですけれども、その辺の車と同じような。そうですね。まさかその車がこのキャンピング仕様にというか、車中泊仕様に。そうです。なので、まあ、すごくシンプルに作ってあるので、はい、逆に例えば、冷蔵庫とか、はい、シンクとかは、自分でこう、なんとかなるよという人がメインになるんですね。そうですね。最近は皆さん、やっぱりポータブルバッテリーとか、すごくいいものが出てますので、その辺買い揃えていただいて、電子レンジ、冷蔵庫持ち込みで使っていただく方が。そうですよ。ということで、はい。はい。面白いですね。これ、普通車の、はい、まあ、車中泊仕様の車なんですけど、はい、たっぷりとご説明いただきまして、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でですよ、はい、YouTube を見てる方、はい、気になるのはここからでございます。そうですね、はい、毎度ですね、おなじみになってまいりましたが、はい、このお車、はい、一体おいくらでしょう。はい、384万6000円です。ありがとうございます。すごいですね、はい、ハイエース自体もすごい高級なお車ですので、はい、それマジっすか。このサイズで384万はめちゃくちゃ安いです。そうですよね。はい、で、ついてるのがこのシートとかベッドキットとかついてるんですか？はい、ついてます。すごいですわ。はい、で、シートカバーは先ほど黒でも作れますよっていうふうにご説明したんですけれども、はいはい、同じようにベッドキットとかベッドマットも黒ベースのものがございますので、お客さんに選んでいただくことが可能です。なるほどです。はい、じゃあ、前と後ろ、こう、色を合わせて白か黒か選ぶことが、はい、高級感出せますよね。はいはい。はい、そうですね、はい。といったところもありますし、はい、まあ、先ほどからお話ししてますけど、もともと中型車ベースのものを、はい、まあ、普通車のナンバーに変えたということで、はい、この車、高速も普通車の、そうですね。料金できるんですか？はい、普通料金でございます、はい、ということなので、車旅好きな方にはですね、はい、これは非常に嬉しいところじゃないかというふうに思います。はい、はい、でその他もちろんここからですねカスタマイズもいろいろできますので、はい、その辺はダイレクトカンさんにお、お問い合わせいただければと思います。はい、ダイレクトカンさんのホームページ概要欄に貼っておきますので、はい、詳しくはそちらから見ていただきたいのとですね、はい、ダイレクトカンさんも YouTube
やられてるということでございますので、はい、はい、そちらもですね、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました、はい、画面右下でチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下で関連なども出ておりますのでそちらもよろしくお願いいたします。では最後画面に向かって手を振っていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、それでは皆様さようなら。